ティリンスは、ギリシャのペロポネソス半島、アルゴリス県にある未経年文明の遺跡、ナフブリオの北に位置する。現代にリシャ語から、ティリンタとも呼ばれる。ティリンスは、青銅器時代の始まりから7000年の間、オカトリデだった。絶頂期は、紀元前1400年から、紀元前1200年の間だった。最も注目に値するのは、宮殿、サイクロプ式の地下道。 それに、ホメロスに強力に囲まれたるティリンスと添えなさせた壁である。古代、ティリンスはヘラクレスにまつわる神話と結びついていて、いくつかの言い伝えでは、ティリンスがヘラクレスの記事であるとされている。ティリンス発掘のプラン有名なティリンス宮殿のメガロンは大きな客間と主室を有している。主室は右壁に玉座があり、中央には屋根を支える四つのミノス様式の木の、 柱と、その柱に囲まれた路障がある。メガロンの三つの壁のうち二つは、後のアルカイック時代に作られたヘーラー神殿に取り込まれた。ティリンスは未ーネ文明の終わりになって衰退し、二世紀にパウサニアスが訪れた時にはすでに錆びれ果てていた。1884年から1885年にかけてハインリッシュリーマンがティリンスを発掘し、 現在もドイツアテネ考古学研究所及びハイデルベルク大学による発掘が続けられている。ティリンスは1999年に世界遺産の一つに登録された。ありがとうございます。